はいどうもこんにちは、クリーナーマンです。今回なんですけども、とある、野球人、野球をやってる方は、一度は見たことあったり触ったことあったりする、グッズというか、商品ですねについて、ちょっと今回は、自分なりにこれどうなのかなと思って動画にしようと思って出していきます。その商品なんですけども、こちら、これ皆さん何かわかりますかね。これあのグローブのよく言われる、グラブのグラブ保険ベルトっていう、名前で結構売られたりするんですけど、要はこういうグローブにボールを入れて、このベルトで巻く、こういうことですね。これで、グラブの型を維持できますよっていう商品になります。これについてちょっと今回はね、考えていこうかなと思っております。で、前提として、この製品を使っていて、実際に型を維持できているとか、この製品いいよねと思っている方もいると思うので、そこのところに関しては、個人の捉え方があると思うので、僕も完全に否定はしないんですけど、今回僕もね、実際これを持ってるんですけど、これってどうなのかなと思うところがあったので、ちょっとそれについては使っていこうと思います。で、この保険ベルトなんですけど、要はさっきのようにグラブに巻いて、形を保険しますよっていう、バンドなんですけど、これを使うことによるまずメリットなんですけど、例えばこれを使うところっていうのは、日頃よくね、皆さん例えば野球終わった後これを巻いて肩を維持しましょうっていう紹介が結構いろんなメーカーさんから出てると思うんですけど、僕個人的にこれの使いどころっていうのは、例えば、移動する際にですね、グローブをバッグに入れるという時に、普通にグローブこのままですね、バッグに入れてしまうとやっぱ潰れたり、こういう状態になってしまってバッグに入るということになるので、その移動の際バッグに入れる時とかはこういう保険ベルトを巻いて、移動した方がいいとは思います。ただ日頃、例えば家に帰って使い終わった後ですね、グローブにボールを入れて巻いて、その状態でずっと置いとくと、どんなあのデメリット、弊害が起こるかっていうと、やっぱりグラブがまず1個開きにくくなるんですね。やっぱ形状記憶しやすいっていうのがグローブの特徴なので、この状態でずっとこのまま放置というか、このまま保管しておくと、やっぱりこの状態の形状記憶がされてしまって、やっぱ開きにくくなったりっていうのにつながってきます。それともう一つあって、これを巻くことによって、この土手が丸まってしまうの分かりますか。で、グローブっていうのは基本的にこの親指のここの関節、ここと小指のこのヒンジのここで曲がるような、使い方皆さんされると思います。実際に片付けでもこことここを曲げますけど、ここは揉みほぐしはしますけど、ここでこう曲がるようには旗は基本つけないですよね。っていう感じで、こことここを動かすことによってここに空間ができるので、あれのベルトを巻くことによってグローブがこういう形になってしまうんですね。それが1個弊害としてあります。で、この土手か真ん中からこう折れるっていうことの何が悪いのかっていうと、人間の手の構造についてのお話なんですけど、ここに CM 関節っていうね、関節があるんですけど、皆さんこういう普通に手をこう脱力し、何もしてない状態でこう腕を振ると、触れますよね、脱力で。ただこの親指と小指をこうつけてこう振ると硬くなりますよね。っていう風に、人間にはこの関節の問題で、手のここをこう曲がってしまうと、この先がロックされてしまうっていうのが人間の一個作りであります。これをグラブに例えるとどういうことかっていうと、ここの真ん中からこう曲がってしまうことによって、この動きがしづらくなるんですね。で、この開いてる状態だとこういう柔らかい動きができやすくなる。つまりこの土手から丸まってしまうグローブだと、柔らかいグラブさばき、グラブのハンドリングのに影響を及ぼすということですね。なので僕個人としては、日頃グラブを保管する場合においては、この保険バンドっていうのは使わずに、単純に例えばグラブのまた机とか、平坦なところにこう置いておくのが一番ベストな保管方法かなとは思います。で、この CM 関節っていうね、お話をしたんですけど、この動きがロックされてしまうことによって、この先のね、ここにロックがかかってしまうので動かしにくくなるっていう話を今したんですけど、やっぱり上手い人のグラブの使い方を見ると、最近よくトレンドでもあるんですけど、この親指を残してこういう使い方ですね。手で言うとこういう使い方をよく上手い選手はしています。
て、これも何かっていうと、やっぱり手の自然な感じでこのハンドリングをするために、やっぱり上手い選手っていうのはここを使うんですね。こっちを持ってこないんですね。そうするとやっぱりハンドリング、グラブさばき、上手いグラブさばきにつながるっていう話を、これはリアルフォームさんの配信を僕はちょっと見させていただきまして、そこから学んだことなんですけど、やっぱり上手い選手はベンチ帰ってくるときに、こうはグラブ、こうは走らない。やっぱりこういう風にして走ってくる。そこにもこういう動きの使い方っていうのが、まあ、要因しているということを配信でリアルフォームさんがおっしゃっているので、まあ、やっぱりそういうことなんだろうなと思いました。もちろんこの歩型ベルト自体を否定してるわけではないので、当時例えばバックにグローブ入れますよっていう方は、これを一時的にですね巻いていただいて、グラブのがなるべく肩が崩れないようにちょっと保護しておく。ただ球場に着いたらすぐ外すとか、そういったことをしてくれれば全然問題ないとは思います。なので、まあ、今回ね、この歩型ベルト本当に必要なのかなというところでちょっと考えてみたんですけど、まあ、状況によってはもちろん使うのもあり、ただこれを使うことによって発生するデメリットっていうのももちろん存在はします。なので、これを使う、まあ、頻度とか状況とかっていうのをまずご自身で見極めていただいて、本当にこれが必要なのかっていうのをまず1個考えてみるのもいいのかもしれません。で、最近こういうグラブ補形バンドに代わって、やっぱりグラブケースっていうのが発売が増えてきたと思うんですけど、例えば Z さんとかハイゴールドさん、 Z さんとかザナックスさんとかから、まあ、グラブケースがねよく発売されるようになりました。フィールドフォースさんからも発売されてますね。個人的にはこういう歩型バンドよりも、ああいうグラブケースに、まあ、グラブを直接こういう状態で持ち運びができるので、あっちの方が個人的にはグラブの状態維持というか肩の維持ですねにはいいんじゃないかなと個人的には思いますので、1個入り用のやつだとか2個入り用のやつだとか用途別に合わせてグラブケースのね購入を僕はお勧めしたいかなというふうに思います。ということで、今回はですねこちらのグラブの歩型ベルトの使い方についてちょっと喋ってみました。まあ実際にね、これを持ってる方も、実際今使ってるという方もいると思うので、もう一度これの使い方、さっき言ったあの CM 関節、まあこういうね、腕の使い方に、まあグラブの使い方とか、自分の使いたいグラブの形とか、いろいろ考えて、まあ本当にこれが必要なのかっていういろんな面もですね、含めてもう一回考えてもらえたらいいなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。